さすがなんですが、皆さん、現環境というか、今のランクマッチって結構魔境じゃないですか。BP50 ですね。新武器の BP50 がいっぱいワンサカおって、もう目には目をという風な感じで、その BP50 を使わないと勝てないっていう環境じゃないですか。だから、高橋、見てください。これいきますよ。勝率 100% の戦い方。しかも今回ハードポイントの高ランク帯ですから、の勝ち方を教えましょう。その構成なんですけど、こちら、もうね、ガチガチの構成じゃないですよ。スカルカーとかテッサとかね、アナイアレイとかも甘い。もうとりあえず今回、旗ガン守り戦法ですね。今回パーク、はい、これで爆発物、まあ無効化ではないけど、減少させて、で、今回旗の中ですね、まあそのハードポイントの旗のポイントの中で戦うんで、敵がワースが来ると、そのためにクイックミックスをつけて連戦できるような構成にしています。そして青パークですね、最近 BP50 の、ミシックドローカの、これね、レジェンドメーサーのフラバンいっぱい飛んでくるんですよ。今回はこいつを無効化しようということで、サバイバルトレーニングと。これにより旗に乗っていて、トロフィーが切れて、投げ物フラッシュバンの集中砲火を食らっても大丈夫と。そしてオペレータースキルはリアクターコア。これにより旗を守ることもできるし、旗を防衛することもできます。そしてね、極めつけなんですけど、今回はこのゴリアテくんですね。このね、ゴリアテって実は隠し効果みたいなものがありまして、まあ知ってる方も多いと思うんですけど、今回ね、このフラッグジャケットをつけてるんですけど、フラッグジャケットの効果って実はゴリアテに適用されるんですよ。そして MG42 のカスタムはこんな感じですよと。今回ね、ひたすら旗に乗ってるだけなんで、ちょっと地味な絵面が続きますんで、見てください。これね、先ほども見せたんですけど、この戦歴ですよ。今回はこれをダイジェスト形式ですね。どういう風な立ち回りをしているか、ダイジェスト形式で、見てもらおうかなと思います。OK? で、まず置くじゃん。で、中のやつ腰打ちで倒すじゃん。そうなんですよ。リロードいらないじゃん。で、この弾幕していくじゃん。弾幕していくな。一生これでいい。今日は一生こういうことを続けたらええもん。BP50 を超えるこの守備力を。鉄壁。他のところは味方に任せようか。ゴリアテが完成しますよと。はい、爆発物効かんぞ、俺に、ほら。俺に爆発物は効かんぞ、ほら。一生空いとくから、ほら。はい、この終わるぞ。どうや苦しいやろ。非常に苦しいやろ、あんたら、ほら。来いよ。かかってこな、終わるぞ。止められへんぞ、俺はもう爆発物。ほら、爆発物なんかで俺は止められへんぞ、ほら。全然減らん、爆発物で。ほら。やばい、この体。ちょっと待って。フラジャケゴリアって強すぎるわ、これ。ほんまに鉄壁要塞すぎる。硬すぎる、これ。ほら、ちゃんと1分46入ってるでしょ。これでいいよ。一生これでいい。ゴリアテまで行きたいな。はい。オッケー。で、こういう時はタック5で耐えてあげる。裏から来てないか一応警戒しとく。もう上絶対大丈夫これ。もう投げもんでも何でもいいから、ほらお前これへんやろ。耐えろ。硬すぎる。いいよ。ああ、しょんまり強い、この戦術。絶対勝てんねんけど、これ MG42 の弾幕な。で、まあ、無双すればするほど、またゴリアテとかが溜まっていくと。よし、これやったまった。最高で
最終拠点で、ちょ、お前ほんまに危ない。最終拠点でゴリアス使おう。ちょ、もうで、乗る。これで爆発物にも強いゴリアテが出来上がる。トロビー耐えてほしいな。これでいい。待って、このゴリアテ、このゴリアテあかんわ。ちょっと待って、これ絶対勝てんねんけど。これ MG とゴリアテの組み合わせいかれてる、ほんまに。これもうゴリアテ出したら敵取れへんやん、絶対に。ただね、この旗乗り戦術にもちょっと弱点があって、先に取ってたら強いんやけど、先に入られてると弱いんよな。ただこの武器、それは知らん。このね、近距離フェネックとかに近づかれると一気に苦しくなるから。いや、これ次ボル使えばよかったか、このセントリーガン。オッケー、これセントリーガンこっち守ってもらって、俺こっち見るっていう。これほんまにええわ、この戦術相性が良すぎる。 MG42 とんで、タック5で次ポ移動しようか。そろそろこれゴリアテ出してもいいんじゃないかな。ゴリアテ行くか。これトロフィーお願いします。トロフィー欲しいです。ゴリアテ乗ってます。トロフィー欲しいです。爆発物怖いんで、トロフィーお願いします。これトロフィーさえ置いてくれれば味方が何も怖くない。俺は、はいはい、強すぎる。ポイント絶対守れるマン。爆発物なんて怖くない。あばよ、トロフィー欲しいな。トロフィー頼む、置いてくれ、俺を守ってくれ。これでいい、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 これでいい。下から来てもそんな知らんねんな、正直。下から来ても効かんから。これ正解。あの、これゴリアテ誰か、サバイバルトレーニングは付与されんのか。なるほどね。はい、これずる、これずるすぎやろほんまに。今ゴリアテだけで、ちょっと待って、ゴリアテだけで、おゴリアテだけで今80ポイントくらい稼いでるぞ。これちょっと、あ、これさ、味方がもうちょっとトロビー置いてくれたら熱かったね。2分2秒。よし、これもう敵からすれば泣き寝入りするしかないな、ゴリアテ戦術。なんかほんまにあのエイペックスのジブラルタルみたいなことやってる俺一生。2分3秒。守っちゃうよ、ポイント。で、ここでセントリーガン。ちょっと置きどころ難しい。待って、開幕5秒くらいでゴリアテ溜まってんけど。そんなことある？しかもなんかまだキルしてんねんけど、セントリーガンナイス。もうこれ簡単な作業よ。もう溜まったらゴリアテ出す。ね。入っとくよ、ゴールキーパー。ゴールキーパー入っとくよ。しかもこれさ、角待ちしてたら敵相当きついよな。辛いよな。角待ちしてるだけで。オッケー。オッケー。守るよ、ほら、守るよ、来いよ、かかってこいよ、ほんまに。これ、ここにおるだけで相当鬱陶しい。一生ポイントが溜まっていく。これ、もう地獄やろ。終わってる。ちょっと待って、後ろは聞いてない。旗の守護神すぎる、これは。すえー、これ、ほんまに。またこれやってたの、要塞や、これ。しかも MVP、 しかもこれ旗乗りつつデスも少なくするっていう。
やばい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 、なんやなんなんなんやこれ、なんやこれ、鉄壁戦術最強形態ゴリアテくん、男入るよゴリアテ、拠点に入るよゴリアテ、大好きなのはお前らの泣き顔や、バイバーイバ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 イ、入られへんぞ、もうほら入られへんぞ、爆発物効かんからな、ほらこれでいい、これでいいんです、これ最強です、これ爆発物に強くなったゴリアテって何、神そのものよ。ふう、これも食い火の力。わお、さっきからポイントの中で三盾まみれや。入ってきたらこう、入ってきたらもう追い出す、鉄壁です。これさあ2階行ってこうすればよくね、これでポイント全部ほら潰せるのじゃん、じゃあのーこれでポイントダッシュできるわ、これもうねスコアストリーク全部いい味出てるんよ、なんかおったし、もうほら全部いい味出てるんよね、リアクターコアもしっかり働いてるし、防御面最強ゴリアテ、攻撃、あと防御もできるリアクターコア。敵にいくらビリレジいようが関係ないからな。ただね、これ多分ドミニやったら弱いんですよ。今回の構成って機動性めちゃめちゃ遅いんですよね。なんでドミネーションとかその動き回るような、ね、あのハードポイントよりドミネーションで動き回るじゃないですか。A 行ったり C 行ったり B 行ったり。そういう時は弱いんですけど、でもそのハードポイントみたいな感じにどっしり構えてるモードはマジで、強さ出てる。もう押す、これは。ちょっと待って。嘘やろ、これで負ける？ほんまに。まあ、パーティー組めば絶対勝てるって言えばそれまでやけど。なあ、ちょっと味方マジで来て。おい、マジで来て、マジで来て、マジで来い。マジで来い。マジで、おい、味方。マジでお願い。一緒の願い。ちょ、もう、なあ、倒せよ、そこ、お前ら、ほんまに。俺やろ、作敵どうなっとんねん、ほんまに。武器切り替えながら走り回っとんちゃうぞ、お前。これで、なんと、現 BB まみれの環境でも、5連勝することができますよ、と。これさ、ハーポの結論構成やわ。間違いなく。いや、この今の高ランク帯で、7連勝した。とんでもないな、これ。いや、もうほら、やばい、これ、絶対 MVP やねんけど、俺、どういうこと？いや、とてつもないぞ、この戦術。キルもできるし、旗にも乗れるし。ほら、これさ、2位と5位のやつが、5秒でも勝てるんすよ。これはすごい！これはすごい！だってこれ、ハーポって今さ、BP50 ばっかり、ね、強い人ばっかりやん。その環境の、これ、バッチすごいって、これ、勲章の量すごいって。なんや、これ。てな感じで皆さん、今回は、ハードポイント、高ランク帯でも、勝率 100% の、ロードハード構成だったんですけれども、どうだったでしょうか。これからもですね、こういったような動画を上げていきますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。